ガンモドキはいどうもねみれです。さあ4月になりましたので、一丁あの企画やっていきますか。ダイヤためようぜ企画、よいしょ。はい、まずそもそもなんだけど、みんな何のためにダイヤを貯めるか考えようぜ。もちろんこいつらだね。はい、身長フェスを引くためでございます。これを考慮すると重要なポイントが今回一つありますね。身長フェスが来るタイミングでございます。毎年ですね、実は5月に、5月ぐらいに長フェスが来ているんだね。となるともう貯める時間が全くないんですよ。そこで重要な考え方が一つ。5月に長フェスが来たら思い切ってスルーしよう。はい、このねスルーということがめちゃくちゃ大事です。むしろスルーしてダイヤを貯めるチャンスと捉えられるかがめちゃくちゃ大事なんだよね。去年で言うと、はい、こちらの青ヤマトですね。青ヤマトが5月に来ております。まあ基本ね、周年イベントの方がいい長フェスが出ると思って間違いないでしょう。まあそういうね、もう暗示を聞かせて、5月が長フェス来てもみんなスルーして貯めていこう。はい、これを前提としてですね、周年イベントの8月前後、このあたりでどの程度まで貯まるか見ていきましょうか。まずは基本的に月に絶対に貯まるダイヤの数が200個ですね。はい、いつものようにこういったログインボーナスとかリーグでの報酬とかいろいろ含めて、チャレバトもね含めて200個もらえるようになってます。みんなちゃんと SS で終わろうね。ここにバースデーイベントとか今来てるようなスプリングキャンペーン的なのがね、配布が乗っかってだいたい300個ぐらいとなります。うん、だからね、ちゃんと頑張って貯めれば月に300個貯まると。はい、これ覚えといてね。つまり8月末までと考えたらあと5ヶ月です。となると300×5 で1500個はね最低でも貯まる計算なのよ。最低ラインね、ここで。こっからさらに重要なのは先ほどの5月の長フェス。でここでですね、長フェスが来る時には基本的に最低でも300個の配布があると思っていいです。さらにさらに7月から8月にかけて来るであろう2体の長フェスの配布で合計で最低も 300×2 で600個の配布があります。はい、これ先ほどの1500個と今の超フェスの300個 ×3 体、これ合わせてみてください。はい、2400個でございます。最低でもね2400個はほぼ必ず貯まるようになってんのよ。これからちゃんと君がちゃんとコツコツ貯めていけばね。で、もしね、これ2400個貯まったとしてね、貯まったとして、どの長フェスにベットするかってのが大事ですよね。もちろん5月に来るのはスルーとして、さあ、夏の長フェスが大体2体来ているんですが、今回もおそらく2体来ると思う。で、7月と8月と来たとして、どっちにベットすべきかっていうのはまたこれは考察していきましょう。例えば直近だったら、この3体来ましたけれども、白ひげロジャーと来たけど、このロジャーにねぶっ破した人が正解という形になりましたよね。うん、なのでね、こんな形で長フェスの見極めも非常に大事でございます。はい、そして貯めるにあたってめちゃくちゃ大事なことね、はい、しっかりとこういったデイリーミッションをまずこなしていくこと、そして言わずもがなちゃんとねしっかりとログインをしてログインボーナス獲得していくこと、そしてリーグを SS で終えること、ほんでチャレバトも毎回しっかりこれ全部終えることね。こういったほんとねコツコツね、モチベーションがいかに下がろうか、これをしっかりとやることがもうめちゃくちゃ大事なんだ。そして何より大事なのがガチャ金。ガチャ金、僕が言うことじゃないけどガチャ金。はい、みんなこのいっぱい今来てるガチャですけども、はい、ちゃんとスルーできてる？スルーできてますか？この無料は引いていいよ、もちろん無料引いていいんだけど、他ちゃんとスルーできてるか、ちゃんとスルーしてね、このあたりね。はい、そうすればしっかりと2400貯まりますからね。というか2400どころじゃなくて正直3000ぐらい貯まると思うよ。うん、そしたらね、もうね、超フェス2体とか全然狙えちゃうから、もうね、今のうち、はい、この4月の早いタイミングで 5.5 周年見越してしっかりと貯めていこう。はい、じゃあ貯めるは貯めるでいいんだけど、果たしてじゃあ今どれくらいダイヤがあれば超フェスが引けるのか、はい、そこちょっと見ていきたいんですが、結論、0個でいい。0個でいいよ。今はもうなくてもいい、全然なくても大丈夫、安心して。はい、ちょっと根拠なんだけど、先ほどの2400個あれば 66% で、ね、だいたい3分の2の確率で超フェスが引けるようになってます。もちろんね、3分の1の人はダメなんだけど、もうそれ言い出したらキリがないから、とりあえず2400個持っておけばもう勝負できるからさ。だから今0個の人でも安心してくれ。まだ一緒にこれから僕と貯めていこう。てかさ、昨日のチャレバトの話をちょっと聞いてほしいんだけど、
僕昨日の動画でね、チャレバトでひどすぎると、今デマロブラックと戦闘丸を KO したら、なんかもらえるよみたいなミッションがあるじゃないですか。あれがね全くできないと。でその理由も、僕何回やってもずっとアタッカーが出ないんですよね。もう絶対に出ない、ディフェンダーかゲッターだけで、特にしかもチョッパーが出る、ディフェンダーの中でもチョッパーが出るから、これもう運営さんマジでなんかバグってるよみたいな話をしたんですけど、これ他のみんなも結構いましたね。X でも反響もらったし、動画のコメントでもね何人もいたんですけど、いやそれ僕もですと。はい、逆に僕はアタッカーしか出ないとか、逆にディフェンダーしか出ないみたいな人もいたんですけど、これねやっぱ良くないよね。てかもう最悪だよねこれマジで、本当にこれね。で、これあるとある人がね、ていうかまあ何人か聞いたんだけど、問い合わせたらしいのよ。さすがにこれやばいだろと。確率的にこれ確実におかしいから、運営さんに問い合わせたんだけど、なんか結局返ってきた答えは、いや、ランダムでやっとります、つって、こちらランダムでやらせてもらってますけども何かみたいな。なんか、たまたまじゃないっすかっていうことでね、やっぱね、たまたまそうなってるだけっすよみたいな。話というかもう返答を受けたらしくて、バカバカしいと思って、ちょっとね僕さすがにそれ運営さんないんじゃないんですかって思いましたね、あれはね。だって確実におかしいんだもん。確実のにおかしい人が何人もいるんですよ。いやちょっとたまたまにしてはこれおかしすぎると。はい、これがたまたまだったら、じゃあ何その超フェスをね何回も引き当てちゃってもたまたまと言っていいんですかみたいな、なんかちょっとよく言ってることよくわかんないけど、まあだからね、その自分ちょっと都合のいいことたまたまって言い過ぎじゃないかっていうことでね、僕そんな感じでちょっと思ったんですけれども、結構ねみんなの中でもいたらしいん で僕はちょっとミッションなので諦めました。はい、もうちょっともう無理だと思って、あれ無理じゃない、戦闘丸とか特にさ、僕ブースト中のチョッパーで1回 KO しただけ。はい、1個だけね、ミッション1個だけクリアしたの。戦闘丸1キルして、1個だけクリアしたんだけど、それはマジでチョッパーのブースト中に、もうたまたま、体力もすり減ってる時に、はい、やったやつでしたね。もう、本当にね、もうアタッカーでも難しいじゃん、あれだって。絶対。わかんない。あれ、アタッカーでやったことないんだけど、アタッカーでも多分難しいと思うのよね、あれ。なのに、もう全然やばいよね本当にマジで。でまあデマロが一番やりやすいのかな。デマロは白属性だしね。はい、ということでちょっとこのね声がどっか運営さんに届いて何か対策というかね、声明を出してほしいなと、はい、思ったところでございます。はい、じゃあ皆さんお疲れ様です。